そう、きっとオムニバスみたいな雰囲気、オムニバスみたいな雰囲気だけど、うん、なんだろうね、結構つながるのかなみたいな、うん、最終的にはなんか一個になるみたいな、うんうん、みんながつながるのかもしれないし、うんうん、なかなかそうなんですよなかなかのもんですよちょっと分かって分かって撮ってますあれで、ね、俺たちもね、分かんないのよ、なかなか分かんないのよ、これ最後まで台本もらってないから、うん、いや、分かんないまま演じてるから、分かんないままだ木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキー、得意なクニの音聞かせてください。ああ、得意なクニの音ですか。水汁も問題だね。うーん、さっき思ったけど、はい、だってさ、うん、ブスでいじられてさ、うん、その本人がまあ出たくないけど周りがかわいそうだっていうのはすごい嫌じゃない、また本人がもう やだって言って出なくなるのは、まあね、まあ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 、うん、その人のあれでいいんだけど、うん、はい、それをを言ったことによって、今度一般の人たちが芸能界に対して、そうやって、ブスをブスっていじるなんてひどいみたいな感じになるのが、すごい嫌だね。嫌だよ、うん。ね。そしたら大久保さんとかも大変になっちゃうね。だからさ、うん、そうなんだよな。うん、特殊な世界じゃん。うん、はい、特殊の世界、特殊な世界ってことだけをもうちょっと理解してほしいよね。そうだよ。なあ。そことは違うからね、その一般のね、その普通のところでのね。こっち、特殊だ、じゃあ、あれなのかな、言い、くるめられないのかな、そういうことって。こっち特殊だから、もうほっといてって言えないのかな。でも大体クレームって、でもそういうの、特殊なところを感じてくれてないよね。結構あるよね、そういうのもね。なあ、なんでこう平たくしようとするんだろうな、みんなな。そうな、特殊なもんがあるじゃんな、特殊な世界って、この子に限らずいっぱいあるじゃん、いっぱいあるよ、ね、特殊な世界が、うん、そう、その世界ではそれなりのルールがあるからね、ああ、そこを考えてくんないんだよな、だからうちの会社だったら考えられないよっていう話なんだよな、すべてが、そうそうそう、まあでもそれは合ってたりすんだよな、よくこの業界のセクハラとか、あれひどいよ、そんなの普通の一般の会社だったらこんなもんそこセクハラで訴えられますよって言って、うん、確かに業界が、いや業界特殊だからさ、へへって笑いながらセクハラしてるのは問題だと思うんだけど、うん、それはそれで、うん、でもな、芸人だからな、そうなんだよ、どっちなんだろうそれって、うん、同情するんだな、みんなな、うん、同情するんだな、だからブスをブスいじりでかわいそうって、うん、まあ同情するんでしょう、でもそういう世界に好んで入ったんでしょって言われてもしょうがない。だってさ、じゃあ芸人がさ、うん、はい、売れるまで、うん、もうすごい貧乏な生活するでしょ、うん、で、例えば、もう月1000円しかもらえないとか当たり前じゃん。うん、はい、500円とか、うん。ほんでもう、電気も止められちゃったりさ、うん、はい、で、すごい気持ちいい生活してて、うん、で、だって結構働いてるのになんでそんな金もらえないのさ、いや、あんなライブなんてもう何百円しかもらえないしさ、うん、と言ったらさ、かわいそうだと、うん、それを、うん、周りはね、周りが、まあね、うん、思うよね、あんなちゃんとね、一生懸命ネタ作って、うん、はい、頑張ってライブ出て、うん、笑わしてんのにそれくらいしかお金もらえないって、うん、お前のとこの所属してる事務所は何考えてんだと、うん、食費ぐらいお小遣い程度でもいいからちょっとご飯ぐらい食べられるぐらいはあげた方がいいだろうって、うん、みんなが怒るってことだよ、うん、それって、一般の人が。うん、まあね、そうだよ。
きっと同じことだよ。うん。わかんないけど、かわいそうだよ、お前そんな。人権問題だよ、つって。まあ、ブラック企業というか。そうだよ。まあ、ひどい。ひどい。そこには、ね、誰も言わないよ。言わないよ。多分、それでこっちが、いや、ほんとうちはね、ひどくてさ、一生懸命ライブやっても全然お金もらえないでって言ったすじゃん。うん、きっと、普通の人はみんな言うのは、しょうがないじゃん。だってそれ芸人になりたくてなったんですよ。うん、だったら、ね、それぐらい言われてもし、うん、最初はそんなもんだろうみたいな。って終わられるよね、うん。でもなんでそのブスイジに対しては周りはフォローするの、急に一言で言ったらしょうがないでしょ。だってそれブスっていじられるって世界分かってって入ったんだから、それいじられてもしょうがないでしょ。ね、かわいそうってやっぱりブスで。やっぱ女の子だからかな。女の子だからかわいそうってなんじゃない？それでいじめられるとかさ。やっぱ女の子だな。いろいろあるんでしょう、女の子は。結局。だからやっぱ男と女一緒にしちゃいけないんだよな。うん。うん、結局、芸人であってもそこなんだよ。そうなんだよな。うん、これやっぱだから、ここなんで一番の問題は。うん。やっぱ男はずっと女のわがままに一生付き合っていかなきゃいけないんだよな。うん。うん、男女平等、男女平等言ってさ。はい。そういうのだけは、なあ。ねえ。女の子がかわいそうってなんでな。田島陽子先生がね、あんなに頑張ったけど、結局まだまだですよ、その辺は。そうだよな。結局そういうことなの。女の方がかわいそうってなる。だろ、うん、で、男女平等ってんだぜ。そうだよ。で、レディースデーとか女が得するときには何もやねんだぜ。確かにそうだよ。レディースデーなんて女が得するから不公平じゃないかって言い合いじゃん。うん。でもそういうことに対しては何も言わないんだよ。男はね、まず言わないしね。でもそういうことを俺みたいなことを今もし俺が言ったらするじゃん、うん。じゃあ女はレディースデーを、ね、うん、全然何にも不公平だって言わないじゃないかって言うと、うん、ちっちゃい男だねって言われる。言われるから男は黙ってるしかないんだよ。女の人はずるいね。そういう言い方すんだ。もし俺がそんなこと言おうもんなら、確かにね、そんな細かいこと。男のくせにでしょ。ちっちゃい男だね。そういうのは黙って聞いてりゃいいのって言って、ちょっとでも男が言うよりな、男女平等になるとすげえ吠えられるから、うん、結局一生女のわがままにつけなきゃいけない、うん。うん。そうだね。そう。そういうことなんですよ。なあ。うん。まあなあ。世の中はそういうことですから、もう。しょうがないね。まあ、ね、しょうがないんですよ。はい、うん。じゃあコーナー。はい。行ってみる？おお、行きます？クソステーション。ブログ、ツイッターなどの発言やテレビ番組での模様がそのままニュースとして流れていたり、世の中はしょうもないニュースで溢れております。そんなニュースの中からメガネビーキが誇るクソメンクソガールたちが最もしょうもないと思ったニュースを紹介します。まず最初のニュースはラジオネーム、うん、はい、もち記者が送ってくれました。アイドル好きで何が悪い、武井壮アイドルファン批判に反論、タレントの武井壮さんが自身のツイッターでアイドルファンについてつぶやき話題となった。武井さんがつぶやいたのは、いい年してアイドル好きはキモいとか言うやついるけども、いい年してアイドルの良さもわからねえやつは不憫だと思う、いい年だろうが若者だろうがこの世の中で心の底から楽しめるものが多いほど人生は豊かだ、俺は何歳だろうがどんな地位にいようが地球を最大限楽しんでやろうと思う、これに対し賛同する人、否定的な人とツイッターが一時言い合いになるなど反響を呼んでいる。芸能界のご意見番小木さんの意見が気になるところである。暇なんだな本当に、こんなことで揉めてさ、何ですかこれ、ね、アイドル好き、いい年してアイドル、ね、いい年してアイドル好きならおかしいっていう人がいるんだ。いるでしょ。だって思うだろ、そういうふうに。いやいや、でもそんな思わないよ、俺は。別に。人は人だもん、俺。もう。あ、そう。そんな、ねえ。まあね、そういう ロリコンもいるしさ。そういう、やっぱ年、なんち、若い子好きなのいるから、まあ別に言っちゃいいんだけど。反対の人ってどういう意見を言ってんだろう、これって。本当価値観はですから、他人が。だからほら、人それぞれってさ、言っちゃうとさ、話して全て終わっちゃうじゃん。そうだね。だから、俺たち